こんばんは。やっとリアタイできた。やっとリアタイできてくれてありがとう。ありがとう。ニコニコ。ちょっと待ってね。こんばんは。なんか暑いく、あ、なんか口内炎がある。今日もちょっと先に服見せちゃおうかな。ちゃん、はい、今日はカニね。よろしくね。カニです。なんでカニかっていうと、私がカニ座だからです。カニかわいい、見つけてすぐ買っちゃったということで、多分こうやって喋ってる間はね、何にも見えないんだよね。何にも見えないけど、カニを着てるんだなって思いながら聞いてもらえたらお願いします。よろしくお願いします。甲殻類は可愛い。甲殻類いいよね。あれ知ってる？エビカニックスの歌。エビカニックスで、エビカニックスでってやつあるじゃん。てんててんてて。なんだっけ？忘れてた。歌詞。甲殻類の歌。小林ってケチャップレルかと思った。これは違いますね。某あれですね。某あれで買いました。キャンサーなのね。そう、キャンサー。キャンサーってさ、なんだっけ、がんだっけ、がんっていう意味があるんだっけ、なんだっけ、あるよね。カニっていう意味とさ、なんでだろう、あれなんででしょうね。そうそうそう、がんもキャンサーですね。そう、調べて初めて知った時、えーって思った。なんかね、なんか今日初めに話そうと思ってたの忘れちゃったよ。なんだっけ、なんだっけ、ちょっと思い出したら言います。思い出してあります。今日はね、もう、3分。まだ3分しか喋ってないけど、本の話してもいいかな。今日、命の話ですからね。皆さんもね、命、そうだ、命についてね、ちょっと一緒に考えながら、何か命について意見があったら、随時、コメントしてください。こんばんは、帰宅中。トコトコ。かわいい。10と5でトコトコね。読めるよ。読めます。かわいい。え、使おう。トコトコ。お疲れ様です。今日も、お仕事終わりの方、お仕事始まりの方、何も、お仕事ではないけど、今日、頑張った方、皆さんお疲れ様です。ということで、今日はこちらの命よりますをお話ししていきますね。話していきますね。これ三島由紀夫作品です。三島由紀夫はもうね、みんな知ってるよね。みんな知ってるけどさ、なんかさ、三島由紀夫ってさ、金閣寺
とか金閣寺とかのさ、あのなんか硬い、なんて言うんだろう、ザ近代文学、ザ近代文学みたいな感じのイメージかもしれないけど、これは本当にあのそっち系っていうよりかはめちゃくちゃ、なんて言うんだろう、エンタメ性が強い。読了してるの？うん、読了してるよ。読み終わってるよ。結構前に読み終わって、これめっちゃ面白かったから今日ちょっと紹介したいなと思ってします。たまにね、あの三島由紀夫作品、あとさ、あの不道徳教育講座とか使用祭とかが、私が今まで読んだ三島作品の中では読みやすかったんだけど、もうね、潮騒とかね、あのめっちゃね、みずみずしい、あの純愛なストーリーですごい良かったんですけど、そんな中でもこの命売りますは、あの強い、面白かった、気持ちが強いやつです。もうね、あのあらすじもね、めっちゃね、タイトルのままなんだよ。あの自殺に失敗したした主人公がもう死んでしまいたいんですね。その主人公、ハニオっていう主人公なんですけど、で自分の命をもう売ろうって決めて、命を売りますっていう看板を出して、自分の命を他人に売り出すことで、その命を求めにやってくるさまざまな依頼人、登場人物たちをの依頼を、文字通り命を投げ打って遂行しようとしていくんですけど、でもなんかなんやかんやなんやかんや運とかがいろいろな重なって、羽生自身はあのなかなか命がなくならないんですね。助かっちゃう。それだからどんどんいろんなまた別の依頼を受け負っていってっていう感じでストーリーが展開していくんですけど、だんだんそうやってやっていくと、その様々な、ね、視線みたいなのをくぐり抜けていくと、その主人公の羽生自身もだんだん、最初は本当に死ぬことに恐怖を覚えないというか感じだったのが、だんだん心情の変化とかがあって、それも面白いし、プラス結構あのところどころでその羽生のなんて言うんだろう、死に対する死生観というかみたいなのの描写とかもあって、それを読みながら結構自分の命についても考えるっていう内容になっています。うん、なんだろうな、なんかね、私的、自分個人的な印象的なシーンは、まず冒頭あの自殺を失敗しましたってとこから始まるんだけど、そのなんで羽生が死んでしまいたいかっていう気持ちになったかっていうのの描写が、なんかなんて言うんだろうな、すごい何気ない瞬間なんですけど、羽生が新聞を読んでて、パラッて新聞を落としちゃって、その落とした新聞を拾おうとした時に、その新聞の上にゴキブリがハハシャ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 っていたんですね。でまあそれは気にせずに拾って、また新聞を読むのを再開しようとしたんだけど、でもなんかもう、そしたらなんか全ての新聞読んでて、全ての文字がなんかゴキブリが張ってるように見えてきちゃって、それでもう あなるほど、了解みたいな感じになって、あ、生きてる意味ないなみたいな感じで、パッてそこでなんて言うんだろう、ぷっつり
羽生自身の、なんか命のつなぎ目じゃないけどが切れて、それで死に向かう理由になったみたいな描写が最初あるんですけど、なんかこれってここだけ切り取ったらすごい雑なんて言うんだろう、結構論理的には理解しにくかったりとか、その死に向かう理由として雑だなって思ったりするけど、なんかなんて言うんだろうな、それに至る様々な混ざり合った様々な背景とか心情が混ざり合った末に起こる、この起こった上での出来事って考えると、この本当に何気ないこの描写がめっちゃ私は秀逸だなって思って、秀逸だなって思って、いいなって、いいな思いましたね。なんかね、最初はね本当にね、依頼何個ぐらいあったかな、5個ぐらい、なんか章で分かれてたっけな、忘れ章っぽくで分かれてたかな、なんかいろんな依頼者が本当に、妻が浮気してるから羽生とその妻がお楽しみ中にその浮気相手に目撃されて2人一緒に殺されてっていう依頼とか、なんか大金もらえるチャンスだから薬の実験台になってとか、あとなんだっけ、吸血鬼のお母さんを救いたいからお母さんのために血を吸われてくれとか、ある国の文章を読み解くためにスパイ行為をしてくれとか、私と一緒に死んでほしいとか、本当に様々な依頼が出てきて、でそれの全部が本当にもちろん命を危険にさらすものなんだけど、なぜか羽生自身はその視線を切り抜けていってしまうっていう風に物語が展開していくんだけど、ただその中でだん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 、その登場人、いろんな依頼人とかそれに伴う登場人物が出てくることで、なんか羽生自身が冒頭とは打って変わって、なんか生活に対する愛みたいなのとかに気づく瞬間が訪れてきて、だんだんその羽生の心情も変わっていくっていうのがあるんですけど、なんか、あ、こんばんは、こんばんは。読み進めると心情が分かるよね。そう、なんかね、だん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 、最初は、最初の導入として面白いのが、全く本当に羽生が、死に対する恐怖がない。死ぬのってさ、私はめっちゃ怖いっていうか、痛いとか苦しいとか思うのが嫌だから、死に対しての怖さっていうのはずっとあって、だから私は老衰がしたいってずっと言ってるんだけど、そう、なんか基本的に人にはさ、大前提としてさ、死に対する漠然とした恐怖みたいなのがあるじゃん。だけど羽生には最初それが本当になくて、なんだろう、もともとなくなるはずだった命が、最初の冒頭の自殺に失敗しちゃったってところで、なんだろう、なかったものがある状態でずっと羽生自身の生が進んでる状態だからっていうのもあると思うけど、本当に最初は死に対する恐怖っていうのがなかったんだけど、だんだん、なんだろうな、そうでもない、言ってみれば普通に近い感性に戻っていくみたいなのが見られる。確かに面白そう。伝わってるかな？見られます。どこまで話したっけ？どこまで話したっけ？一応さ、いつも台本じゃないけど、何話そうって書いてんだけど、
全然話せずに終わってるな。そうで、そう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 、だんだんね死に対する恐れを持ち始めるのかな、ハニオは。だんだんそういうのに気づいていく。でこれちゃんとあの結構バラバラの依頼だし、バラバラの依頼だし全然違う人が出てくるんだけど、結構最終的には それぞれのに出てきた登場人物のつながりがあって、なんだろう、落ちの味付け役みたいになってたりもするから、ちゃんとつながりもあって面白いです。なんだろう、なんかあとはね、最初のね2つがなんかスパイに生かされる、スパイにならされるとことかは結構なんかちょっと探偵っていうか推理小説っぽい、ハニオの起点が効くみたいなターンがあって、推理小説っぽい感じもあったりとか、あとハードボイルド、なんかね帯にもね最近書かれ、最近本屋さんで見ると帯にも書かれてるんだけど、なんかハードボイルド調な書き方にもなってたりとかして、一つの小説の中でそのいろんな文章の顔が見えるっていうのも面白いですね。うん、あとはそのね、私はね吸血鬼のお母さんが出てくる場面がね好きだったな。なんかなんだろう、結構ロマン的でよかった、よかったですね、ですね。うん、そう、なんか CM はでも最後の自由試験みたいだと思って検索したら、自由試験は命よりもすかも。あ、そうなんだ、知らなかった。それは自由試験っていう本の元ネタが命よりますなんだ。へえ、読んでみよう、読んでみよう。へえ、元ネタとかにもなるようなやつの本なんですね。なんか結構さ、なんだろうな、これをね読み進めていくとさ、命を売るっていうことってさ、結構なんて言うんだろう、その命を粗末にしてるっていう見方もできるんだけど、個人的にはなんだろう、粗末っていうよりかは羽生自身がなんか命に無頓着だったとこから始まってるから、そういうことができたのかなっていうふうに私は思ったりもしましたね。なんか冒頭、そのさっきさ、どうやって言おう、そうだね、最初は羽生は生きることに執着せず、命を売ることに命をかけた結果、さまざまな依頼者、人間たちと出会うことで自分とか他人の死についておのずと考えることになって、なんか羽生の死んでもいいっていうか、もう死のうっていう気持ちがだんだんそうではない方向に変化していく過程を感じられるのと、なんかそのだんだん読み進めていくと、あ、なんか羽生自身が普通のなんか安全な感覚みたいなものに修練されていってるなっていうのが読んでて分かっていって、だからこれのこの本のオチというか最終的な結末としては、結構あ結局そうなんですねっていうオチなんだけど、でもまあなんだろう、これを読んだ私自身の感想としても、なんだろう、結構さ、死にたいとかまでは いかないかもしれないけど、結構簡単にさ人ってまあ死にたいとか言っちゃう時もあるし、私もなんか生きたくないみたいな
気持ちになること多いし、これを読んでた当時は本当にあのもうなんだろう、未来考えたくないっていうか、未来どうするんだよみたいな感じの私がそういう時期だったから、なんか生きるのも死ぬのもどっちでもいいなみたいな気持ちになることもあったけど、これを読みながら私はあーなんかなんだろう、私自身もなんか生きるの嫌だなっていう割にはなんかただただ生きたいだけの人間なんだなみたいな風に思って、なんかそれについてのなんか落胆みたいなのと不思議な安堵感というか安心感みたいなのを持って、すごいなんか自分の性について考えることにもなりましたね。腑に落ちる感じなんだろうな、結構この依頼人たちの命を買った依頼人たちの依頼を遂行していくっていう、ターンでは割と非現実的なことが、ちょっとさっき言ったみたいになんかスパイにならされたりとか吸血鬼が出てきたりとか結構非現実的な感じで、そこの物語性っていうのが面白いし、めっちゃぐんぐん読み進めれる感じなんだけど、なんかオチについては、あ、こんだけなんか目まぐるしくなんだろう、物語的になんかあんま現実的じゃない感じだったのに、羽生自身がだんだんすごい地に足のついた、なんだろう、地に足のついたすごく普通っぽい、最初死に対する恐怖がないっていう、なんか普通ではない感覚があったけど、だんだんその安全な普通の感覚っぽいものに戻っていくっていう意味で、なんだろう、ありふれたっていうか、ありふれた結末、この主人公の羽生を見てる限り、なんかあ、そうなっていったんだ、ありふれた、そういう結局はそこに行き着くんだっていう、感じでした。腑に落ちるとはまたちょっと違うのかな。でもこのなんか私的にこの物語の面白いとこって、羽生はさずっと言ってるみたいにさ、全部結局全部命が助かっていくのね、羽生自身の。だけどその羽生が依頼を受けていってそれを遂行していく中で出てくる羽生以外の登場人物っていうのはが結構命を落としたりとかするのね。そこがなんかちょっと皮肉の効いてる感じだなって思った。ネタバレじゃないよね今のは。いいよね、大丈夫。なんかさ、これ今日さ、あの家から一番近いさ、あの本屋さん行ったんだけどさ、だしさ、いろんな本屋さん最近入るたびにさ、この命よりますって大体あるんだよね。大体あの家から近い本屋さんは結構ちっちゃいんだけど、大体ちっちゃいんだけどあったから、結構割とどこにでもちゃんと置いてる気がするので、ぜひ読んでみてください。絶対に言ってないこといっぱいあるわ。何話したかな？何話した？なんか言ってるようで何も言ってないかった？私言ってた？
なんかなんだろうな、そうだね、これをまあ読んだ結果としてはなんか生き続けられるみたいな、漠然とした命の保証みたいなのって私たちにもさ、なんか常にあるじゃん。明日の課題のこととか考えられるのってさ、明日を生きてるってもう自然と、明日も生きれるって自然と思ってるから考えられることだし、そういう根拠のない自信というか命の保証があるせいで私たちはなんか、あ、死んでしまいたいなとか、それに近い感情を持ったりとかしちゃうけど、まあ、結局死んでしま、あの、その、なんて言うんだろう、さまざまな生活を積み重ねていったりとか、その生活がある上で死んでしまうっていう境地に立たされた時に、やっと、なんて言うんだろう、生きたいって思うんだな、そんなもんなんだなっていうふうに思いましたね。大丈夫かな、思いました。そうだね。なんかさ、あんま、早速、間に合った。よかった。間に合った。まだ喋るよ。まだ喋るから。間に合ってよかった。早速明日探してみます。面白そう。ありがとうございます。面白そうと思ってもらえてよかった。なんかこのさ、待ってね。本当に全部言ったかな。全然言ってないかも、言いたいこと。ちょっと待ってね。台本確認する。なるほど。なんか言ったな。割と言ったな。なんかさ、このさ、一応命の話だから、なんかそれ関連で言うとさ、なんかね、私的にね、ずっと、まあ、命って見えないものだけど、あんまり本の内容とは全然関係ないんだけど、命、今から命談義に入りますけど、私的になんか命って全然見えないものだし、けどなんかずっと一つ思い浮かぶイメージみたいなのがあって、命の。それが、喉仏の形。なんか男の人って喉仏めっちゃ見えるじゃんね。その喉仏の形を見るとなんかいつも命だなって思うんですよ、私。それが一つ、命の話題として皆さんに 提供できるお話なんですけど。それだけなんですけど、別に。ですっていうだけの話なんですけど、皆さんも何かありますか？命。命談義ありますか？あったら話し合おう。命について話し合おう。火葬場でも重宝されますし、喉仏。そうね。火葬するときに、一番最後に取るんだよね、喉仏って。なんだろう、神聖なものっていうか、一番大切な骨だから、こう、骨、なんて言うんだっけ、あれ、骨揚げ、骨、なんだっけ、ね、そう、知ってます、それ私、知ってます。へえ、面白い。そう。そう。そうそう、お骨あげ。なんか仏様みたいな形してるんだよね、喉仏って。実際その名の通り。だからなんか、その人に宿ってる仏様みたいな言い伝えというか、があって、一番最後に、一番偉い人っていうか、その
喪主喪主だっけ、お葬式の時の人がなんか拾うみたいな、一応なんかそういうルールがあるらしい。そう、それはなんか結構最近知ったことだったんだけど、全然それ知る前になんか私的になんか命の、もし命に形があるとしたらなんかこの喉仏みたい、なんかずっと串持って喋ってたわ、行きます、なんかずっとそういうなんか喉仏みたいな形のイメージがあるなっていうのがありましたね。え、30分経っちゃった。絶対今日先に服見せといてよかった。もう一回見せるよ。はい、かわいい、カニかわいい。子供の頃の残虐性って何なんでしょうね。あ、すごい、なんか結構深めなテーマ提示してきてくれた。子供の頃の残虐性わかるな。私あの学童でアルバイト、東京、ここ東京来るまで6年間してたから結構わかりますね。小学生のね、なんだろうね、そのね、子供の頃の残虐性ってね、子供の残虐性って無垢なんですよね。それがねまた余計にねこうカッとねなったりとかもするんです。30分経った、経ったよ。30分、昆虫採取なんて今はできないな。昆虫採取は全然やろう、鬼ごっことかも全然やろう。砂場で一緒に遊べる人とか私めっちゃ好き。公園の砂場遊びとかをね、いつまでも一緒にできる人とお友達になりたいですよね。なんか話し切った。今日はなんか命のお話をしましたけれども、これ本当にね、あのさーって読めるからね、ぜひ、あと三島由紀夫は詩を最も最初言ったみたいに読みやすかったのでいいと思います。金閣寺とかがちょっと固めで読み進めるのはちょっと難しかったなんて人にもおすすめです。良いかな。シーマユキオは、これなんて読むんだろう。卒とば小町。絶対読めないやが好きです。知らなかった。全然、あの、私自身は三島作品にめっちゃ詳しいとかいうわけでは全然ないんですけど、これなんて読むんだろう、なんて読むか教えてほしい。卒とば小町、卒とば小町、なんて読むんだろう、卒とば小町、なるほど。確かにね、このばね、真ん中に来るときって大体ばだよね、伸ばさないよね。語尾とかにそのバーが来たらバーって言うけど、挟まれてるバーはバーだね。へえ、チェックしてみよう。お趣旨もくれてありがとう。本当にさ、このすみっこ暮らしのやつ怖い。あ、お趣旨はすみっこ暮らしじゃないのか。可愛いからもらえて嬉しい。画面に出て共演できて嬉しい。すみっこやおしゅしとね。ということで今日はこれくらいにしておきましょうか。もう自分がちゃんと話したかどうかはあんまり記憶にないんですけど、ありがとう。ほら可愛い、めっちゃすみっこ暮らし大好き。先週も言ったな。ということで来週はの方を何にしようかまだいつものごとく決めておりませんが、この後、
ズーム特本会もありますので、全然本の話以外でも、あの命についても、命短期の延長線とかでも全然大丈夫ですし、よかったらお話ししましょう。ということで今日も聞いてくれて見てくれてありがとうございます。ありがとうございます。こちらをね、後ろにいるみんなもね、これいつもねちゃんと自分でセッティングしてんの、見える位置にわざとね。また来週はこの人形たちがどういう位置づけになってるのかもお楽しみにしていてくださいね。クマとシルバニアと恐竜ということで、また来週会いましょう。ありがとうございました。また明日じゃない、また来週、バイバイ。